伊王島,島は、薩南諸島北部に位置する島である。郵便番号は890-0901。人口は114人。世帯数は61世帯。2010年2月1日、現在、薩前王島とも呼ばれる。大隅諸島には、含まれるとする説と含まれないとする説とがある。地名、行政区画としての、伊王島の故障は、 鹿児島県鹿児島郡三島村の大技となっており、全島がこれに該当する。火山島であり火山噴火予知連絡会によって、火山防災のために関し、観測体制の充実等の必要がある火山に選定されている。機械ヶ島と推定される島の一つである。東西 5.5km、南北 4.0km、周囲 14.5km、 面積1 1 6 5トル、114人の島民が住んでいる。竹島、黒島と合わせ、上三島、鹿児島郡三島村を構成する。機械カ,カルデラの北縁に形成された火山島であり、ランク A の活火山に指定されている。手法のようだけ、口実は標高7 0 3 7ルで常時噴煙を上げており、アリューサンガスによって、 しばしば農作物に被害が発生する。また、港内は、港底から鉄分を多量に含んだ温泉が湧き出し、海水との反応で赤茶色に変色している。硫黄のために、島の周辺海域が黄色に変色していることから、航海は、島と呼ばれ、これが、機械ヶ島に書き換えられたとの説がある。古くは、平家物語に語られる瞬閣が流敬された地と、伝承されている。 また、あずまかがみ昇華2年、1258年9月2日上に、二人の武士が伊王島に流刑にされた記述があり、そのうちの一人は、祖父も自称の頃、12世紀末に伊王島に流刑にされたと記録されていることから、平安時代末期からこの島が流刑地であったことがわかる。島内には民宿五軒、商店二軒がある。 伊王港の正面に高さ80メートルの溶岩絶壁があり、その東園が機械カ,カルデラのカルデラ壁と考えられている。伊王島は、伊王港から八幡岳竹山体の南東側、平家の城を経て、竹島に至る東西20キロメートル、南北17キロメートルの機械カ,カルデラの北西園に位置している。東は太平洋、西は東、シナ海に望み、 黒潮の影響を受ける三島村の気候は極めて温暖な熱帯的海洋性気候である。一方、夏場は台風の進路にあたり、冬場は季節風の影響を強く受けるため、四季を通じて風害や潮害が大きい。雨量は月間平均で約370ミ、mm、リメートル程度となっている。1960年には604人の人口であったが、 洋鉱山の閉山、1964年に伴い、人口流出があり1970年には186人となった。その後の人口の軽微な減少が継続し、2005年には140人、2008年には62世帯121人となった。畜産、黒毛和牛の講子生産が行われている。2008年現在、 5県の畜産農家があり112頭の牛を飼育している。三島牛のブランド確立にも取り組んでいる。島の大半を占める竹林資源を利用し、竹の子生産加工が行われているが、高齢化による労働力の低下と人手不足で生産量は年々減少している。また、伊王島には自然林と人工林を合わせて約4 6ヘクタールの椿林があり、 その実を絞って作る椿油や椿油を使った石鹸、シャンプー、リンスが村の特産品として販売され、平成19年には竹の3.7トン、椿油6トンを出荷している。島周囲は工業場だが、港湾施設の関係で小型漁船しか使用できず、水揚げ量は2007年実績で2トン程度に止まっている。異性微量が盛んである。島内には、 民宿が5件あり100名程度を収容できるが、宿泊者の利用目的は、公共事業関係の業務目的での宿泊が多く、必ずしも観光業が成功しているとは言い難い。かつて養蚕で、利用や、形跡の採掘が行われていたが現在では、廃坑となっている、1973年10月、山張ゾートによる海洋リゾート整備の一環として、 滑走路600メートルの飛行場が建設された。その翌年の4月には、同社のリゾートホテルとして、旅装足ずりがオープン、リゾートブームの一時代を確保したが、1983年4月、経営不振から飛行場、ホテルとも閉鎖した。その後、1994年4月、村は同社から飛行場を取得し、日本初の尊営飛行場として開港し、主に、 枕崎空港からのチャーター便が飛来していた。この時にヤマハが持ち込んだ孔雀が野生化し、島の至るところで見ることができる。旅装足ずり跡地は地元との取り決めで完全に現状復帰され草原になっている。流門岩室の塩水火山で現在も活発な噴気活動を継続2005年現在気象庁火山活動度レベルにし、 常時観測火山である。頂上には直径450メートルの噴火口があるほか、南西側にも直径約200メートルの火口地形、金粒火口、南東側にも古い火口地形跡と思われる高まり、古岳火口が残っている。カルデラ形成前の噴出物としては、長浜溶岩、流門岩や、矢は岳の玄武岩と安山岩が知られているが、 いずれも70万年以降の噴火によるものと考えられている。機械カ,カルデラを形成した大規模噴火は少なくとも2回あったことが知られ、その最後の噴火が6300年前の機械赤保や火山灰で知られる破局噴火であり、その火災流は海を渡り南九州を直撃し、当時の南九州の文明を壊滅させた。その後に、 流門岩の伊央岳と玄武岩と安山岩の稲村、岳が活動を開始し、稲村岳は3000年前に噴火を停止したが、それまでに伊央岳と稲村岳の火山埋葬は交互に存在し、距離にして 2km しか離れていない火山であるのに、噴出物に著しい差異を認めたことは、非常に興味深いとされている。六号目には展望台が設置されている。 古くは平家物語に用だけの山頂で、硫黄の採取がなされていたことが記載されている。薩摩藩の時代には重要な貿易品で、1868年に本格的な採掘が始まってから、1964年まで山頂付近で硫黄が採掘されていた。そのため、加工周囲には螺旋状に行動が切り込まれている。その後は南東をパール社によって、 形石の採掘が行われていた。異様岳の形石は高純度であり、最盛期には年間5万トン、約3億円の生産額を上げていたが、後に日本国外からの安価な輸入品が増加したことによる価格の暴落が原因で閉鎖した。山頂まで鉱山用の車道が整備され、採掘した形石はトラックで搬出されていたが、閉山後は斜面の崩落などにより荒廃しており、 頂上までは徒歩で登る必要がある。1999年から2004年まで毎年噴火が起きたが、その後は爆発的噴火は観察されていない。噴煙を上げているが、活動は静音に保たれている。河口内部では非常に活発な噴気活動が観察されている。噴気の温度は800度を超えるものがあり、噴気口の灼熱現象が見られる。 山頂は噴気によって、視界も悪く高濃度の二酸化黄のためにいがすますが、必要である。山腹でも百度前後の噴気が多数観察されている。硫黄だけの噴気の特徴としては、硫黄分に富、み、二酸化炭素に乏しいことが挙げられる。1988年1月18日には四回に、渡り、噴煙が観測された。九百九十年頃は硫黄だけ山頂加口内の、 塩部に近い加工斜面に高温噴気が分布していたが、1994年以降は、加工塩部よりも中心部の加工艇における噴気活動が活発化した。1996年10月には、ジェット音が放出されている新加工が加工艇に形成されているのが目視された。加工堤の加工は、その後も拡大傾向を続け1998年7月の観測時には、 火口底部の火口は30メートル程度に拡大し、火山ガスと火山灰が完結的に放出されているのが確認された。2001年7月中旬頃から、硫黄岳の火口からは多量の白色の火山灰が放出されるようになり、2001年7月及び9月の火口園における観察では爆発音が聞かれた。8月13日には顕著な火山灰の放出を、 伴う噴火が発生したが、その際に、河口から 3km 離れた観測点でも明瞭な空気振動パルスが観測され 80g マイメートルの交配が観測された。2001年11月には、河口の円において地震動と空気振動の同時観測が行われ、爆発音や継続時間数分から10分程度の空気振動と地震動が観測された。 1994年に確認された異様ダケの山頂河口内の河口は、この時点では約100メートルに拡大しており、そこから多量の白色の火山灰を放出していた。2001年の測定では山頂河口内の河口は160-110メートルに、2003年の測定では190-130メートルにもなり、南側への拡大が顕著になっている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。